そういう逸話があるみたいですね。身の切りでもそうか。ああもう来た。お待たせしました。どう。ごめん。カレーライスが来た。すげえなこれ。え。あ、離婚しよう。あ、うん。あの、なんかあれと。あ、うん。普通の人っぽい役やんな。ね、なんか今あの意識だけは出てる。久々に見るわ。ジャニーズやこれ。いただきます。ジャニーズ。儲けてんねんな、あの子もね。今そんな。に出てる子やねんけど。そうそうそう。君様別人やね。うん。一とかは違う主人公やねんけど。すごいな。三だけその子になって。その子はね、違うんや。一と三。あ、そうそうそう。一二と。3は違うくって、その子が、うん、めちゃくちゃうまい。でもただ最初の1、2はただの医療ドラマみたいな感じだと思う。3は見てへんねんけど、なんかすごい軽いドラマでいたくて、めっちゃイケメンやねん。あ、どんなもんかわからんけど、これはめっちゃうまいな。初期おすすめかな。そうやな。ピンピンで払えるし、全部無料のやつ探すけど、もう続きないやん。そう。マックス無料行って課金する。課金する。夜中にペーペーとか言うね。夜中にペーペーとか言うさ。全部梅のね。言うこと聞いて。あんたが気にせんやろうって一週間ぐらい言われてる。ここは課金してるから。そうじゃないか。課金っていうかさ、ずっと読めるやん、うん、結構10位じゃないか、早いそれじゃあもうずっと守っていかなあかんなって思う。まさかさ、どうしてそう言ってもらえる。いや、私も聞いてる。え、誰もおったと思って、あなたが好きなの。あり続けなければ2人やったとか言うからさ、頑張ります。決まります。そう、あってんや、野球ないしもんな。2人で喋ってねえやん。沈黙もあるやろ。沈黙しかないやろ。でも一回なんか、いや、カレーも帰りたいかなんかいつも聞くんですけど、帰りたいったらもう一杯。そう、わざとやね。あいつ念仏にしてたけど、ね、もう一杯頼んだんだとかね。それでも2000円ぐらいしかいけないのか。せめて5000円ぐらいとか。